お元気ですか。映画パーソナリティの伊藤さとりです。映画人たちと映画への思いを熱く語らう伊藤さとりのシネマの世界。さあ今回はこちらの作品からです。結婚して8年になる専業主婦の桃子は、姑からの微量なストレスや夫の無関心を振り払うように丁寧な暮らしに勤しみ、毎日を充実させていた。そんな桃子の周囲で起こり始める不穏な出来事、日常が少しずつ乱れ、追い詰められた桃子はいつしか床下への異常な執着を募らせていく。何やってんだよ。やめてください。私を変人扱いするのは。作家吉田修一の原作を森垣幸宏監督が映画化した話題作、愛に乱暴が絶賛公開中。そこで今回はこちらの方がゲストに登場。今回のゲストをご紹介します。愛に乱暴から出演されています吹雪純さんです。よろしくお願いします。そして芸能生活50周年おめでとうございますもう成長しない女優ですけど、よろしくお願いします。何をおっしゃいますか。私吹雪純さんが大好きで、小さい時から映画とドラマが好きで見てて、映画の仕事に憧れたら大好きな女優さんにお会いにできて、こうやってお仕事ご一緒できるという、なんて贅沢な人生でございましょうと。若いんですね。ずっと若くないですよ。いや、ね、今回のこの作品に愛に乱暴も、うん、なんか今までの吹雪さんと違うキャラクターでしたよ、はい、本当はもっと悪く演じたかったんですけども、そちらになるとちょっと違うかなっていう、ちょっと微妙なラインでしたけど、面白かったです。これ絶対森垣監督が吹雪さんのファンだって私思い込んでました。いや、あのやりやすいかもしれないですね。あのそういうあの誤解をしちゃされちゃいけないんですけど、あの私がもう大好きなので、うん、そうなんですよ。最初からあのドラマでご一緒した時からずっとその森垣さんのなんか雰囲気っていうか、作品に対する愛情の持ち方っていうのか、熱量が素晴らしくって、うん、もうこのままずっと本当にずっとその熱いまんま保ててる監督さんだと思います。本当にあの、ね、会話劇としても非常に面白い作品で、絶妙なあの語り口で、そうですよね。よくあの原作をギュッとこう切り抜いて、あのもうあの鋭いところをちゃんと立てて、うまいな原作も、あの脚本も、うんうん、脚本はすごい苦労されたと思います。その中でだから嫁姑のこの関係の距離感が絶妙すぎて、すっごいそれが面白かったんですよね。うん、で吹雪さんのその照子さんという役も、あれこの人はすごい悪い、ね、お姑さんとも思えないけど、何かきっちり抱え込んでいて、すっごい微妙なラインですもんね。微妙なんです。そうなんですよ。だから難しかったです。どういう温度で入ったらいいのか、それか説明も、説明っていうかセリフでしかこう自分を語れないんですけど、どう見えてくるのかっていうのは目つきとかいろいろ考えましたけどね。それ出てるといいなって思いながら。出てました。ありがとうございますしかも小泉孝太郎さんが息子さんっていうのが一番面白くて前髪があって、最初ねえってどなた、もう二度目しました。私もスクリーンで二度目しましたよ現場でも会っても分かんない素敵です、この役作り監督のアイデアだったのか小泉さんのアイデアだったのか、でも本当にあの今時のね若い旦那さんの印象ありますよね。よく作ったなって思いながら、あれなんか監督に聞いたら僕のアイデアつってましたよ、いつまでにない小泉さんを見せたかったって言って大事ですね。やっぱり見てる人を裏切るっていうのはやっぱり期待、見てるファンとしてはいろいろ期待するところです、江口さんとはいかがでした、ご一緒してみて。江口さん私ずっと大好きな女優さんで、うん、もうえ共演できると思って、うん、もう一言でもすぐ返事しちゃったんですが、うん、やっぱり素敵でした、うん、ご自身はもう本当ナチュラルで、スーッとこうなんか筋の通ったあの人柄が見えてくるんですね。ドラマに対する姿勢も本当にこうよくって、うん、ちょっと今までにない主演のタイプの新しい
女優さんが出てきたっていう感じでワクワクしてましたけど、はい、あのスッとした美しい姿、スッとしてるところがまたこういろいろ見えてくるっていうか複雑なんですよね。それがだから江口さんと吹雪さんのなんかね、その全身のシーンも結構多かったおかげで服の感じで人柄が見えてくるっていうのが面白かったんですよ、うんうん、すごく清潔できちっとね、そう多分だから、ね、お似合いでした、うん、ちょっとその育ちのいい家庭っていうのがそこにすごい匂ってくるんですよね。私はどうかわかりませんけど、でも一緒になれたくなかったなっていう思いはありますけど、もうそれもあのそういう現実っていうか親、うんね、嫁と姑との違いっていうかすごくあの感じながら、うん、あの話しながら、ね、歩いてたシーンありましたね。ね、結構だから一連で撮ってるの多かったですよね、うん、全てそうです、ね、一連で撮ってだからカメラマンの、ね、方もすっごこう動いたりしながら、うん、皆さんの足のトーンとあの暑さの中で苦労だったと思います、うん、でもいい映画撮れて、ね、しかもこれはフィルムなんですよ。すごいですよ。これはだから映画館で見る価値抜群、映画館でぜひ見てくださいっていう、うん、お願いしたいぐらい、あのそのぐらいタッチが違うんで見えるものも違ってくると思うので、ぜひぜひその臨場感、うん、映画の臨場感で体験していただきたい映画だなって。いや本当本当でもこのフィルムで長回し、うん、一連を撮るってあのすごく贅沢って今言われてますけど、俳優さんの演技力とカメラマンさんとかスタッフの人たちの、ね、チームワークがなきゃうまくいかないんですよね、うん、いい現場だったんですよ。あ、そうですか。もうやっぱ森垣さんのいいところってその現場がいつも素晴らしいんです、うん、なんかそのチームワークがすごくよくて、みんなが力をぐっとこうなん合わせてて仲のいい現場なんですよね、うん、トラブルなんて起こらない、本当にいい作品に一直線に向かってるその若者たちのもうそういう現場が私大好きで、本当にいいチームでした。